The region is home to some of our largest trading partners and buys many of our exports, supporting millions of American jobs. In fact, American exports to ASEAN countries are growing twice as fast as they are to other regions. So Southeast Asia will be important to reaching my goal of doubling American exports. Through APEC and initiatives like the Trans-Pacific Partnership, we're pursuing trade relationships that benefit all our countries. ところがもっと痛いらしいのはこの青年がですね、でも中野先生のような方もおられるので安心しましたと。安心するな、バカ野郎。安心するな、 俺に全部押し付けるの無理だよ、こんなものはね。この青い国が赤い国を食いたいんですよ、うん、それしかないんですね、うん、だって他の国ってアメリカにとって全く魅力ないですよ、市場規模的に、ね、うん、今回の TPP は少なくともアメリカが日本企業を食い物にしようとしてるだけでしょ、うん、間違いない。じゃあなんでここに中国がいないんだって話なんですよ、うん、これで高い値段とかやると怒るんですよね、相手が下請けとかそういうところがいっぱい取れたのに部品売ってるからもっとでかいんだとか言うけど、それ入ってますからと。いや、まあデスクがそういうふうに言うんでとか言われると、でデスクのところに行って、なんでこんなこと書くんだ、それで契約化されてどうするんだとか言うと、いや記者が書くんだよとか言うと、で記者のところに行ってどうして書くんだとか言ったら、いやなんか社内の空気がこんな感じなんですよそういうお題だと言ってもんと。でマスコミが当てにならないんだったら、いざですか2チャンネルで今行政刷新会議でやろうとしているのは、農地を普通の土地のようにですね、いくらでも外資を含めた人たちがいくらでも買えるようにしようということなんです。こんなこと許していいんですか。アメリカと、この自由貿易協定ナフタに入ることによってメキシコが被った失業はですね、200万人を超えるんじゃないかという推計を出しています。人気のないもうダメな大統領と人気のないもうダメな首相が一緒になって結ぶ条約、協定、そんなものになんか未来を託していいんでしょうか。東谷です、よろしくお願いします。どうも皆さんご苦労様です。今TPP 問題というのが、突如ですね、昨年の10月1日から沸き起こっておりまして、先週も、中野武さんがいろいろお話になったかと思いますが、今日はですね、また、TPP なんですが、少しまた別の方面からいろいろお話申し上げたいと思います。お話を した後でですね、そのいろいろ質問を受けることになっておりますので、遠慮なくですね、こういうことはおかしいんじゃないかとか、お前の言ってることは変だぞとか、そういうものを含めてですね、何でも結構ですので、後ほど、それからもし、どうしてもその場で知りたいとお思いになりましたら手を挙げて、私に聞いてくださっても構いません。それでは今日まず始めてみたいと思います。TPP というのはですね、10月1日に突然、昨年の10月1日に、出てきました。で、カン首相がですね、TPP に参加するなどと言ってるんですが、それまでTPP っていうことを聞いたことのある人っていうのはほとんどいなかったんですね。それから民主党のですね、与党である人たちの議員さんたちに聞いてもですね、かなりの部分っていうかほとんどの人たちが知らなかったと言っています。で、これはですね、そういうことを考えますと、あまりにもおかしい、あまりにも筋の悪いお話ではないかというふうに考えるのが、非常に
自然だと思うんですね。ところがですね、果ては、朝日新聞からですね、それから、ここにいらっしゃるかもしれませんが、産経新聞までですね、全部の方だ、全部のメディアがですね、TPP に対して賛成の、意を表明した。で、しかもその時にですね、どういうわけかですね、社説を、最初の社説を読めばわかりますが、全部農業だったんですね。農業が障壁だ。農業が悪いんだと。農業の改革が迫られていると。天津さえ、今非常に問題になっております前原外相がいますが、前原外相がですね、農業などの一次産業は 1.GDP で 1.5% に過ぎないと。この 1.5% がですね、残りの 98.5% を犠牲にしていると。こういうバカなことを言って、ところがこれがまたマスコミに受けまして、農業が問題なんだ、農業が問題なんだと言い始めたわけであります。これ全くおかしいんですね。例えば、農業ですね、1.5%、1% しか、1% 台じゃないか。でもこんなの当たり前で、どこの先進国でもだいたい 1% 前後です。対 GDP 比で。ただ、農業というものは、GDP 比で考えたって、わからない部分、すべて言い尽くしてない部分がいっぱいあるわけですね。それは、どういうことかと言いますと、食の安全保障。一週間もですね、日本人が、食べるものが途絶えたらですね、その国はおしまいになってしまうわけであります。全くならなくてもですね、例えばお米が、足りなくなってしまった。1993年の時のですね、不作でどれほど日本がパニックに陥ったかということを思い出していただければ、ちょっと減っただけで日本人というのはお米が食べられなくなるかもしれないというと非常に焦るんだ。それからですね、農業というのは自然環境を作っておりまして、その自然とそれから人間をつないでいる。そういう意味でその、他の工業とかサービス業とは全く違う側面を持っているわけであります。それからもう一つですね、長い歴史の中で日本人にとってお米作りとか農業というのは精神を形作ってきております。そういう意味でもですね、それを 1.5% だと言って切り捨てる態度というのは全くおかしいわけですね。で、それに賛同したマスコミというのも全くおかしかったわけであります。それで私もですね、これは変だなと思いまして、一番最初は産経新聞のコラムに、これはおかしいぞということで、今日のタイトルにもなっております、ちょっと待て TPP という短い文章を書きました。その頃、周りを見渡してみましたらですね、例えば先週おいでになった中野武史さん、それから三橋、高明さん、それから、年次改革要望書の研究で有名な関岡秀幸さん。こういう人たちがですね、みんな TPP はおかしいと。TPP は反対なんだ。やはり、おかしい。今、名前を挙げた人以外にもですね、やっぱりおかしいと思う人たちと一緒にですね、インターネット上で、連絡を取り合ったりですね、いろんな情報を提供し合ったりして、いろいろ調べれば調べるほど、この問題というのはおかしいし、それから根が深いんだということがだんだん分かってまいりました。この TPP 問題がですね、いかに不自然であるかということは、もうすでに今日、報道されておりますように、規制仕分けというものをまた蓮舫さんがやっております。これも不思議な話なんですね。いいですか？事業仕分け、私は事業仕分けにもおかしいと思って反対しましたけれど、規制仕分けというのはですね、その国のいろんな政策を形作るものであります。そういうその国の規制、その国の政策を形作るものをですね、ああいうふうなその、見せ物にしてですね、それの廃止やそれから、緩和をですね、検討する。そういうやり方自体がおかしいわけであります。
なんか、いろいろ反対する人も、それから批判が高まったせいで、今日の報道ではですね、お昼のニュースを見てましたら、NHK のニュースでしたけれど、規制仕分けでは、廃止というような結論は出さないで、論点の整理に終わるだろうなどと報道してましたが、当たり前です。本当にこれで次々とですね、バサバサ切ってってですね、もう決まりました。などと言われたらですね、日本はおしまいになります。どうにかそういう声が高まったので、蓮舫たちもですね、それ以上のことはできなかった。そういうふうに見るべきなんですね。なんか大したことないじゃないかなって言ってる人もいますけれど、そういうではありません。例えばですね、この、蓮舫が、今日規制仕分けをやっていますが、その、準備をやったのが行政刷新会議というところであります。行政刷新会議でですね、どういうことが話し合われていたか、いくつか簡単に述べてみます。一つはですね、農地、それから農業生産法人への投資をもっと緩和する。もっとですよ。これは後でもう一回詳しく説明します。それから森林地域をもっとですね、簡単に売買できるようにする。すでにですね、北海道でもですね、それから水源の林地などが買い占められているっていう話があって、これは大変だって話になっていたわけであります。それをさらにもっと、もう今ですら匿名で売買できるんですよ。それをもっと売りたいという話なんですね。それから医療をもっとビジネス化する。この行政刷新会議の中でですね、いろいろな文書が取り交わされてるんですが、医療を産業化するっていうふうに書いてるんですね。で、ビジネスとして捉える。そういうことがですね、平気で、検討されている。例えばですね、これも後で詳しく説明いたしますけど、混合診療といってですね、今まで、許されてなかったような、高い診療を、保険の効く診療と一緒にやってもいいようにする。それから外国人の医師を雇ってもいいようにする。そういうふうな規制の緩和というのをもうすでに検討していました。それから4番目にですね、外国人の労働者をもっと入れていいようにしようと。これは2種類あります。非常に単純労働の労働者をもっと入れるようにしようと。それから、単純労働じゃないですね、今言った医療とかですね、それから弁護士。そういう人たちをもっと日本の国内に入れて、そういう人たちがいくらでも、日本の国内の人たちと同じような資格で仕事ができるようにしたらどうだろう。そういうことをもうすでに、この行政刷新会議で話し合っていたんです。で、こういう日本の政治の枠組み、それから生活の枠組み、いろんな社会の仕組みというものをですね、根本的に変えてしまうかもしれないようなものを話し合ってですね、実は今日から明日にかけてやっている事業仕分けじゃなくて規制仕分けで廃止したり緩和したりしようとしていたわけなんですね。で、しかもですね、その、規制仕分けをやって国民に、賞を楽しんでいただいた後、バサバサ切ってくれてですね、蓮舫さんがですね、切って捨てて、それでいいですか？一月経たない、一月経たない、今月末には閣議決定をするという準備をやっていたわけであります。恐るべきことですね。ああいうふうに賞をやって、25日間ぐらい後にはですね、もうそれを閣議決定してしまうなんて。一体、今までですね、日本でこんなことが行われたことがあったでしょうか。で、今回その、廃止とか規制、緩和とかを決めないで、論点の整理に終わると言ってるんですが、論点の整理だけやっといて、いきなり今月末にですね、閣議決定してしまうってことだってあり得るわけなんです。私たちがですね、呆然として見ていると、実際に3月の末にもう決めてしまいましたよというような顔をしてですね、菅首相が発表してしまうかもしれない。そういう政治が今展開してるんですね。やはりこれは変なことが起こっているんだということをまず考えないといけないわけであります。
大体ですね、まず、生産